皆さん、こんにちは。こんにちは。大家兼不動産屋のひろたです。はい、今日もですね、はい、小泉さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。2回目、ね、格言を発表していただいて、ワクワクってことですね。そうですね。素晴らしいお話、はい、エントランスの話だとかね、はい、ぜひですね、下にリンク貼っておきますのでですね、2回目も見ていただければと思うんですけどもね。はい、で、今日はいよいよ3回目ということですね。3回目ですね。はい。はい、3つ目の格言を発表していただけますか。はい。はい、コミュニケーション、ワクワクと聞きましてですね、はい、で最後ね、ちょっとね、まあ、かっこつけじゃないんですけど、はい、僕好きな言葉で、はい、最後の格言はですね、珍しきが花っていう言葉があるんですね。珍しきが花、はい、これまたなんかその、うん、コミュニケーション、ワクワクちょっとこうね、はい、意味合いも違うし、はい、うん、これはですね、はい、もう僕ほんと10年ぐらいこういろんな動きをしている中で、はいはい、この言葉自体は、はい、昔の能の世界の800年ぐらい前の能です。能ですね。能ですね。芸能とかの能ですね。能ですね。はい。はい、能の話で、世継ぎの話なんですけど、うんうんうん、やっぱりこう、隣の人と同じようなことやってても、はい、意味がないよっていう意味で、はい、その珍しき花っていうのは、うん、珍しいものにこそ花が咲くよっていう意味なんですよ。で、また別の言葉で、住ね、住む。住、うん、はい、住む。住、はい、する。ことなきを花とすべしっていう言葉があって、うん、その安定をしていないところに一番花が咲くんだよっていう部分で、うん、要するにまあ不安定なものを良しとしましょうみたいなところもあるし、うん、はい、あとはその人と同じことやらずに別の方行きましょうよっていうような言葉なんですよ。で、僕がやってるその例えばコミュニケーションとかもまあエントランスにそれこそ極論で言うと僕ボジョレ・ヌーボーとかの解禁の時にボジョレ・ヌーボー置いたりとかするんですよ。でもそれって他の人やらないじゃないですか。やらないですね。なのでやってるし、で、あとはお部屋をカラフルにして、まあ、今まで最大で7色とか使ってるんですよね、部屋で塗るんですけど、はいはいはい、それも要は他の人がやらないからやってる。で、カラフルにするときに皆さんインテリアコーディネーターさんとかのそういう比率とかがあって、こう見ておしゃれな部屋作るんですけど、はいはい、もう今おしゃれな部屋ってたくさんあるじゃないですか、はい、なのでおしゃれというよりも目立つとかちょっと人と違う方向性のことをやっていくことでこう光を浴びて、うん、で花が咲くような場所になるよっていうところで、うん、もちろん新しいこととか珍しいことやるのって不安なんですけど、そうですね、はいはい、でもやっぱりその不安を乗り越えてこそ綺麗な花が咲くっていうようななるほど、言葉なんですね。深い言葉ですね。そうですね。うん、で、これが実はドラッカーが、うん、はいはい、ドラッカー、ね、はいはい、イノベーションっていう言葉言ってるじゃないですか。イノベーティブとか、イノベーティブ、はい、はい、で、イノベーティブって言葉ってもうまさに一緒で、やっぱり新しいものを、うんうん、要するに自信を持って作っていこうとか、うんうん、やっぱり革新的なとか改革を起こそうとかっていう言葉だと思うんですけど、それと珍しき花っていうのは実はイコールだっていうふうに言ってるような書物を読んだんですね、昔。まあ、それからちょっとこの言葉好きで、結構これはなんか心の支えになっているというか、珍しきが花って、はい、なかなかその能の世界だったね。そうですね、こう知る機会のない言葉ですよね、はい、そうですね、私もほぼ初めて聞いたかなっていうことはあのセミナーとかで手挙げさせてもあんまりわからないですよ。そうですよね、うん、なかなかあんまりこう、はい、まあ変な話メジャーなねフレーズじゃない、ね、そうですね、まあ、単純にその別に珍しき花を覚えてもらわなくても、うん、なんかこうトライしてみようよ、チャレンジしてみようよってことです。なるほど、うん、そのダメかなと思うところにこそチャンスがあるし、まあまあまあそういうもんなのかもしれないですけどね、うんうん、ただなかなかできないというのが人情でしてね、うん、そこをトライしていくっていうのは常に僕はなんかこう思ってますし、うん、でもその色を7色使うっていうのもすごいです、うん、そうです、これはすごいトライです。もうこれはちょっとやりすぎです。だいたいそのね、うん、賃貸経営のマニュアル本を読むと、はい、色はあの、うん、メインカラーとサブカラーがあって、ね、差し色を入れてみたいなやつで、3色か4色ぐらいでまとめましょうみたいな、ね、教科書には書いてありますけどね、はい。その教科書通りにやりたくなくなるんですよ、僕。なるほど。なので、もっと使えとかでなっちゃって、結局そのね、ガチャガチャした感じになるんですけど、でも、それでも、入居者さんが決まって、そうそう、入居者さんが満足していただければ良いので、そうなんです、そうなんです、うん、まあね、1回目に言ったのかな、
本当にお部屋って一組一方なんですよね。だからみんなが着られなくてもいいと思います、うん、まさに今の言葉はそうですよ。万人受けしなくていい、そうだと思います、うん、僕もそれはねすごい同感で、まあ、自分の話して恐縮ですけども、やっぱり一回その花柄のね、はい、クロスを貼りたくて、はい、貼ったんですよ、はい、で絶対女の子入ってくれるなと思って見たら、うんうん、女の子からケチョンケチョンに言われましたねこのクロスがなければ入るのにぐらいに言われて、はい、でも結局ね男の子はすごい気に入って入ってくれたりっていうことあるの、はい、結構女の子向けに作ったら男の子が入るってあるあるですよ ね、 あるあるですよ ね、 ね、そう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 、あのピンクの部屋作ったら男の子入ったみたいな、そう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 、それはある、うん、でもそれは狙いと違うんですけど、うん、でもそれ気に入っていただけるっていうことがすごく大事だなと思って、入居が決まっていればそれでいいんですよね、うん、そうですよね、うん、そう、あとは別に例えば花柄のアクセント1枚入れるので、うん、どれだけリフォーム代上がるんですかって言ったら多少じゃないですか、多少、そうそうそう、うん、なのでそういうチャレンジをしているっていう部分ですね、あのね、やってみないと分かんないですよね、うん、はい、本当にそれは思いますね。その他になんかチャレンジングなことって何かやられたことあるんですか？僕ですか、うん、僕あのステージングとかもあるんですけど、ステージングで最近ハマってるのが、はい、カーペット引いて、はい、そこにまあ言ってしまいますけど IKEA の方向材なんですけど、はい、ばらまきます、お床にだから床に花びらがばらまいてある状況なんかいいなと思っちゃって、あ、はいはいはい、要するにだから部屋にまず方向材を置かない人もいると思うんですけど、まあ、僕の中では匂いが何人の匂いだからいいとかじゃなくて、なんかねちょっと臭いなって思うか、なんか芳香剤の匂いがあるかっていうと、なんか芳香剤でちょっと匂いついてる方がいいかなと思ってやってるんですけど、うん、結構床にばらまきますね。へー、こう刺激されるんですよね。そうですね。内見からだから、うん、まあ、いいとか悪いとかじゃなくて、うん、その香りで刺激があるんですよね。うん、そうですね。それが感性にどう働くかはちょっと別にして、はい、うん、なんか、お、違うぞってなるんですよね、うん、まずはね。そうですね。あ、いいですね。花びらを巻く。花びらを巻いたりとか、うん、あとはね、結構ね、意外なものをわざとステージングで置いたりとかしますね。だ僕よく言われるのが、馬の木馬置いてるんですよ。はいはいはい、はい。もう本当に、横80センチぐらいのでっかい木馬。はいはい。でも、そうすると、木馬がいたお部屋っていうので印象に残るじゃないですか。なるほど。ただ、印象付けのためにやってます。そう。そういうなんか、変なものを置いたりとか、うん、変な色にしたりとか。変なものではないと思うんですけど。変なものではないと思うんですけど。木馬は面白い。でも、なかなか賃貸物件で木馬置いてないじゃないですか。よく僕も聞いたのステージングでは、うん、あの例えば単身用の部屋でも、はい、2人暮らしのセットにしろっていう話は聞いたことあるんです、ね、妄想させろと、はい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 、例えば男の子が、ね、部屋見に来てその2人セットを見ると、うん、ここに彼女呼んだらこんな風になるのかって、なるほど、ね、妄想させろっていうのは聞いたことありますよね、はいはい、それもいいかもしれない、ね、そういうことですよね、うん、なんかやってみて、そうなんですよ、なんかその想像力を使わせるというか、うん、考えさせるというか、とかその刺激、そうですね。お客さんを変な意味じゃなくてね、うん、そのなんか感性に訴えかけるみたいなところが、うんうん、あ、そう、あともしそのリフォームとかでアクセントクロスとかってちょっとチャレンジすぎるなと思う人におすすめなのは、それこそ IKEA とかニトリでもあるんですけど、はいはい、なんか A1 とかのすごいでっかい絵あるじゃないですか。あ、いや、ありますあります、ね、あります、はい、白の壁でもいいからでっかい絵を飾るんですよ、うん、そうするとなんかそれだけでアクセントクロスぐらい、そうそうそう、ね、なんかイメージがありますね、うん、でこれ結構、うん、最近もうアクセントクロスってそんなに珍しくない、そうなんです、ね、みんな やってるから普通になってるんですよ、うんうん、逆に個人的には僕もうやってないんで、うん、そうですね、むしろもうアクセントクロスはもう剥がしてですね、普通のクロスを貼ってですね、はいはい、っていうのはなりますけどね、うん、なるほど、はい、あの IKEA の絵はいいかもしれない、そんなに高くない、そう、そんなに高くなくて結構大きい、大きいしインパクトある、インパクトあるので、あとはねちょっとこうフレーム、あのフレームだけ、あの IKEA なんかだとちょっとカラフルなとこあるから、そういうの買ってこうねちょっとピンで貼る分にはそんなに外せるし、うん、そうですね、値段もお安いので結構そこはおすすめかなと思います、ね、そうですね、うん、やっぱりこうなんていうんですか、今まあねいくつかね例出してもらいましたけど、はい、もうなんかやってみないと分かんないんで、何でもやってみるっていうのがやっぱりチャレンジするっていうことが珍しい花なので、うん、もうまさにそこかなと思います、ね、そう、まあ、そうそう、珍しい花ね、はい、うん、花びらを散らしたっていうのもすごいですよね、そうですね、うん、なんかなかなかやらないですよね、花びらのこう上歩くっていうのは高貴な人はこう花びらの上歩くとか ね、 ね言いますけど ね、 そういう玄関からレッドカーペットとかこう引いといてあげるとね、それもありですよね、うん、そういうなんかもうそれもありだと思いますね、うん、でそれがなんかワクワクとか楽しみにもつながるし、 そうです、それから お部屋探してる人に対するコミュニケーションの一つもあるわけですよね、はい、もうまさに俺はこういう部屋を提供してるんだぜみたいな、これが好きだったら入ってくださいっていう、ね、そういうね、あ、はい、なるほどです、
ですね。なんかちゃんと3つつながって素晴らしい、うん、ですね。なんか結果的につながりました、ね、いや素晴らしい、よく考えられてます。いやということでですね、はい、3つ目の書くんですね、はい、珍しき花、はい、ということでね、はい、お伝えいただきました、うん、はい、ということでね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。